はい、お願いします。お願いします。はい、片岡さん、はい、二軍監督疲れて、うん、1年が過ぎました、はいはい、あのオフシーズンにいろんな頭の中で改革を練ってると思うんですけど、はい、あの僕解説業をしてて、うん、プロ野球ニュースもしてる中で、はい、まあ、トピックスとして挙げられるドラゴンズのピッチャーで、うん、ネオ、あれガンちゃんとか解説の方はさ、はい、一番初めの5月にネオをね、はい、ま、その二刀流として甲子園で最後1チーム投げてもらったんだよ、ええ、でそこからシーズン中に投手に転向したやんか、はいはい、あれ全然バット握ってないんですか今。握ってないよ、もう投手専念でやってるんですか、うん、はいはい、あれは実際さどう思った。いや僕はね、うん、ネオがマウンド上がった時にマウンドさばき見た時に、あ、ピッチャーセンス持ってると率直に思いました。で投げた時に解説者の方々は野手投げでどうだろうか、スピードはあるけどって言いましたけど、野手投げとかね、野手のボールとピッチャーのボールっていうのはピッチャー側からしたらね、はい、どう違うの、まあ、まあ打ちやすいとかそのやっぱ軽いとかっていうことか。野手投げっていうのは、まあ、いわゆる送球なんで、うん、ボールをすごく見せる投げ方、まあ、正体してしまうってこと、はい、うん、で僕は野手投げと思ってたんですよ、うん、だネオは、うん、僕はピッチャー出身の解説者としてあれはピッチャー投げです、はい、ね、ピッチャー投げっていうのはさ、はい、ピッチャー投げっていうのは、まあ、今の言い方で言えばね、はい、最後まで正体せずに頑張って投げるっていう投げてると思いました、うん、はい、で足上げてモーション入った時にテイクバックで右手が降りて、うん、体の側面にあるんですよ実はネオは、うん、もう完全にピッチャーやと思いました。で、まあ、畳み込みが早いですけど、うんうん、側面に一度腕を下ろすっていう動作がこれ佐々木朗希もそうなんですけど、うん、もうザ・ピッチャーなんですよ。それっていうのはさ教えてもできないことで、もともと生まれ持ったそのなんていうのそういう自分の体の使い方っていうのが、まあ、あるやん、ピッチング法も持ってる選手だと思ったんですよ、うんうん、はあ、なので一番邪魔してるのは背番号、うん、7っていうのがちょっとやっぱピッチャーじゃないってこと、野手に見えるからみんな固定観念から野手投げに見える小柄である、うんうん、はい、ほんであの一度テイクバックで右手下ろすんですけど畳み込みが早く今流行りのショートアームまで持ってきてそこから爆発さすんで、うん、野手投げに見える節があるんですけど、うん、あれ背番号をピッチャー背番号にして普通に投げさせたら僕すごいいいピッチャーと思ってるんですよ。あのガンちゃんはさ、まあ、今年は日本の場合ね、はい、あの中継ぎというかね1イニング多かったけど、はい、まあ、来季はこう先発かって言われてるんやけどね、ええ、まあ、ガンちゃんが見てたらそのやっぱり先発した方がいいと思う。それでも中継ぎとかセットアッパーで使った方がいいと思う。小さめの変化球は僕見れたんですけど、うん、緩いカーブまだ見てないんですよ、うんうん、多分1球も見てないと思うんですよ、うんうん、持ってるんだったら緩いカーブとチェンジアップ、うん、フォークまでいかなくてもチェンジアップ系持ってるんだったら僕先発で十分戦えるピッチャーだと思ってるんですよ、うん、なんせクレバーなんで彼は、うんうんうん、はい、でバッターボックスもあれだけ経験してますから、うん、甲子園で戦ってる姿を見ても体力は十分持ってると思います、うん、痛いの回のはあんまり言う選手ですか。もちろんね針とかなんかあると思うけど、はいはい、1年目にちょっとふくらはぎなんか痛めたけど、はい、足も速いしね、そんな大きな怪我っていうのはまだ今はしてないと思うのよ、はいはい、だ秋からピッチャーの練習をね本格的にしだして初めてのキャンプをね、はいはい、しだしたんでドラフトにかかった選手と思っておそらく多分これから育てていくというのかな、はい、やっていこうかなっていうふうな。僕はもう本当一つの提案で、例えばユニフォームの着こなしもオールドスタイルじゃなく、うん、もうちょっと長ズボンのもうピッチャースタイルにしてだピッチャーであれおかしいの。いやおかしい、やっぱ野手のイメージが強いんですよね、うん、ネオの場合は、うん、はい、なので完全にもう目から入ってくる情報を変えさせて、うん、で背番号もピッチャー番号に、はい、今は誰が何番つけてるか分かりませんけどピッチャーらしい番号空いてるんだったらそれにしてあげて、うん、もうピッチャーらしく時間を過ごさせた時に、うん、バッターたちもうわピッチャーやなと思った瞬間に戦いが始まると思うんですよ、うん、まだあれ野手からピッチャー上がった選手で、うん、なんかの投げ方も野手投げっぽいしなっていうのが、うん、僕マイナスに働くんじゃないかなと思って、うん、僕ねマウンドさばきとか見てもかなり堂々としてます、はい、で考えれるピッチャーなんで考えすぎなければ僕は複数の打線と複数の打席対戦しても戦えるピッチャーと思ってるんですよ、うん、だちょっとあのやっぱピッチャーに専念しだしたらいろんなことやっぱ考えるやん、はいはい、やっぱいろんな新しい球種を覚えようとしたりもっといいボール投げようとしたりもっと制御力がつく投げ方をしたいと思って、はい、やっぱいろんな試行錯誤してたと思うのね、秋の、まあ、フェニックスから秋のキャンプにかけてね、はい、だその辺で、まあ、初めてこうピッチャーの練習を専念して、まあ、これからどうなっていくかっていうのが春のキャンプ楽しみやな。この秋もバット握らせないんですか。シーズン中ピッチャーになってからはバットもしてないよ、まあ、トレーニングぐらいで。まあそうやろうな、はいはい、あの試合ではすごいいいライトフライとか打ってたから。あ、はいはい、で僕はあのピッチャー能力をすごく輝き始めたネオと見たんですけど、うん、ドラゴンズはネオを獲得した時に、うん、まずバットを握らせたのはこれ何でなんですか。まあ
おそらく多分ニューヨークはやっぱ野手をしたかったんちゃう、本人が多分、はいはい、でおそらくある程度その入団1年目両方やっぱいけたぐらいのやっぱものがあって、はい、でおそらくこうやっぱ3年ちょっとやってきて、はい、まあ、なかなかその野手の方でやっぱ結果が伴ってこなかったということで、今時点の段階やったらやっぱピッチャーの方が可能性があると思ったんちゃう、若いうちに、うん、春のキャンプからでもちょっとピッチ練習はしてたやんか、はい、で5月の甲子園の登板前もね、例えば室内練習場とか雨の日やるやんか、そういう時にちょっとピッチングさせたり、はい、そういうこともさせてたんだよ、でもボールがやっぱりね、俺ら見てたらその野手投げかどうかっての分からへんけど、ピッチャーのボールやった。でもああ特にホームベース上で感じますよね、ジョンとこう最後ので、まあ、もちろんそのすごいいい体してんやけど、はい、やっぱりどっちか言ったらこう細い感じに見えるやん、細マッチョですよね、あの体からこんなボールは来るんだっていう風なやっぱ強いボール来るよ、で、あのよくピッチャーでクイックとかフィールディングはもちろんその、はい、そこでペースできるから、ね、だからまあ野手の可能性でピッチャーを可能性とか、うん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 、やっぱり高いということでピッチャーに転向をさせたのな、まあ本人の考えを尊重し、うん、でそこからやっぱ現実を捉えた時に、はい、センスも見てピッチャーになったと、うん、でもね僕本当ネオ君これ見てたら、あなたいいピッチャーですから、もう照れなんて全部取って野手からピッチャーか、野手をクビになった、いや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 違う、バッターボックスを経験したことがこの先あなたのすごい財産として武器になるんで、ピッチャーも本腰入れて照れ拭い去って、もうその道で行ってみ、一発のピッチャーになると思う、テイクバックから入っていくとこ美しいね、ネオ君はこれ言いたかったんですよ、片尾さん今日なんかえらいこと言うね、はいや野手があかんかったというよりも、野手のピッチャーの方がやっぱり才能だ可能性があったというふうな方を考えてもらった方がいいんじゃないかな。そうですよね、うん、まあ、絶対ポジティブに言ってほしいです。ほんでまた彼がね、やっぱりピッチャーとなると今度あのバッティングまた怖いわけよ。ああなるほどなるほど、はい、野手だったらなかなかね結果出んかとかも分からへんけど、はい、今度9番ピッチャーネオが入った時に、はい、あのバッティングっていうのはやっぱ生きてくると思うのね。ええことばっかりやんねお君、ちょっとだから、ね、このオフもちょっとなんかこう海外に行ったりして、はい、いろんなことしてるみたいやし。海外行って何したんですか。ドライブなんとかってあれへん。あ、噂が行ったやつや。そう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 、それ、はい、多分それに行ってやってると思うし、おそらくねピッチャーだけやることが初めてだったと思うんだよ。だからいろんなことが初めての経験が多いと思うんだよ。だから彼なんかそれはすごく今楽しんちゃう。割り切ってやったら僕ものすごい戦力になると思ってます。だからピッチャーってやっぱりさ独特やん、はい、ピッチャーってまた独特じゃなくちゃいけないところあるやん。よくね、お山の大将って言うけど、お山っていうのはマウンドのお山と一緒やから、どんな局面であろうがあこで投げなきゃいけないわけやから、自分独特なものを持ってなきゃいけないって言うやんか、はい、やっぱそんなもん、そんなもんです。でもうあのやっぱ孤独で、うん、でもすごい魅力があって。お前孤独やった実は3連発ホームラン打たれた時も孤独そうに立てて声かけに来てくれたじゃないですか。あの時は孤独そうやったよ、寂しそうやったもん、はいはい、哀愁漂ってたじゃないですか。でもあれはもう3連発2回行かれたやろ、はい、あれはなかなかないよね、気持ちよく行かれたやん。2回目の3本目覚えてます。何、佐藤幸彦さんのランニングホームランほんまギャグのようなことが起こったよね、はい、うん、西武ドームで3発食らって、うん、上田監督にめちゃくちゃ怒られて、で片岡さんになんて言われたの上田監督に、お前何回打たれるやー。ほんで片岡さんがガン、いくらなんでもゴルフと違って飛ぶボールはあかんぞって冗談言ってもらって、でそのシーズン中に千葉で投げてたら、うん、初芝さんとフランコにカンカン、うん、で3人目佐藤幸彦さん、俺これで打たれたらもう永久に行くんやなと思って低めにうわって投げたらパーンセンター前進のフライ、よっしゃーと思ったらセンターから橋上さんがうわーって追いつかんのかーい、てん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 、橋上さん、そんな突っ込まんでもみたいな。まあまあでもね、ガンちゃん言うように、まあ5年目にね入るけど、まあピッチャーとしてね、どういうピッチングするのかってまたね、はい、そうやって見ておいてほしいです。あ、1個だけいいですか、ネオに対して、うん、ネオ君は僕見てる限りバッターボックスもプレースタイルが、まあ、初めて野球のこと真剣に言うね。すいません、すいません、すいません、いつもさっき野球のこと真剣に言うんじゃないのに。もうね、お気づきかもしれません、うん、でも周りが口にしにくいことを僕言わせてもらいます、うん、ネオ君はナルシスト、ナルシストのとこないですか。鏡見てこうやるタイプだと思うんですよ。今の若い子みんなせやろ。え、彼はその意識が強い選手だと思うんですよ、うん、こういうこうプレーのスタイルとかもこれがかっこいいかなとか、うん、だからピッチャー向きなんですよ。ピッチャーナルシストがいいと思います。自分の世界持ってていいんですよ、うん、
で都合よくそれをポジティブに置き換えて、もうプラス思考がいいわけ、はい、それを僕できる選手だと思ってるんで、めちゃくちゃおすすめするんですよピッチャーを。じゃあそこまでガンちゃんがなおすすめしてくれたら、はい、どんな風にな変身してくれるか。まあでも本当に日本はね戦力になってね、はい、やっぱり5勝7勝10勝分かりませんけどやってくれたら、それはまだね、はい、チーム浮上しますんでね。この青いこれがもっと青になるように、長袖になるように。でも俺初めてこんな話したけど、初めて野球のことこんな真剣に話したね。一応僕もマウンド経験があるんで、ね、はい、いや本当にまた参考にさせてもらいますんで、ありがとうございました。ありがとうございました。